みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー、この番組はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゴール！圧倒的な強さを見せつけて帝国学園の勝利！お前たちは敗れた。帝国のやり方は覚えているな。敗者に存在価値はない。やめろ！借りられたのかよ。これからまたラグビー部に交渉して。だと思った。どうせ笑い者になるだけでやんすよ。七人ぽっちならテニスコートでも十分だろって。グラウンドが空いてる日にやればいいんじゃないの。そうそう、空いたことないけど。俺たちはサッカー部なんだ。フットボールフロンティア、今年こそこれに出ようぜ。なっ、染岡、ハンダ。無理無理。壁山、車津、シド。部員7人じゃ試合に出られんでやんす。あった。遅い、そこでシュート。うるさいでやんす。お前らな、サッカーをやりたくって入部したんだろうが。サッカー部がサッカーやんなくてどうすんだよ。あ、いけねえ。何一人で熱くなってんだ。頑張ってもしょうがないさ。もうすぐ廃部って噂もあるしな。廃部！遠藤くん！あ、昨日。ごめん、グラウンド借りられなくて。仕方ないさ。みんなは？いつもと同じ。練習しろって言ってこようか？いいよ。
そのうちきっとやる気になってくれるさ。あいつらだって本当はサッカー大好きなんだから。じゃあまた河川敷行くんだ。小学生のチーム相手で練習になってる？あいつら結構やるんだぜ。昨日も見りゃわかるって。全然いねえ弱小サッカー部ですよ。くだらねえガキ相手にたまげるか。安井さん、お手本見せてやっちゃどうです？いいねえ、やってやろうじゃねえの。あら、やっと。あいつに会えるように応援よろしく頼むな。いいからさっさと風呂に入る。母ちゃん、俺今真剣だったんだけど。そんな真っ黒な格好でご飯なんか食べさせらんないよ。はーい。ったくもう誰に似たんだろうね。